はい、こんにちは、北島アクアティクスのケンピーです。ふっせです。はい、本日はいつもと少し違う感じで、私服で動画を回してるんですけど、本日はですね、一回もう5月で第1回、第2回と企画をしてたんですけど、少し緊急事態宣言の関係で、発令の関係で中止になってしまった、はい、YouTube オフラインイベントを6月末に開催したいと思います。これはできたらね、そう嬉しいんですけど、日程は6月27日の日曜日で、時間が14時から16時の2時間のレッスンでオフラインイベントをさせていただきたいなと思っております。はい、はい、概要欄の方に PTX の URL 貼っておきますので、そちらから、お申し込みなど詳細の確認ができますので、確認していただければなと思います。はい、そしてどんな内容のイベントですか。はい、多分ですね、皆様一番多分楽しみにされてるのかなと思う平泳ぎの、会になっておりますので、YouTube と見て練習しましたっていう声たくさん聞いたんですけれども、そういったのが自分がただやってるだけだとそれが合ってるのかどうかっていうのが、不安になったり等があると思いますので、そのあたりを私たちが確認できればなと思ってます。ね、ふっせに会えますから皆さん。ケンピーに会えます。うちにも会えます。他に参加者の特典などありましたか。そうですね、参加してくれた方にはなんと今回は映像をプレゼントしたいなと思います。さらにケンピーとフッセの小入れです。いやいや、自分はブッチもですよ。僕もですね、はい、レッスン中に、イベント中に、皆さんの平泳ぎを少し撮影、水中動画を撮影させていただく時間を設けるので、そちらの、水中映像に対して僕らが、インストラクターがコメントを少し小入れで編集して、小入れでポイントを伝える動画を皆さんに再度プレゼントしたいなと思いますので、そちらも楽しみに、していただいて参加いただければなと思います。はい、皆様のご参加お待ちしております。しております。今やっと、YouTube もチャンネル登録者数が 1.5 万人、1万5000人を超えまして、もう皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。今後も YouTube では、水泳の、有益な情報を、こちらから配信できるように頑張ってまいりますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。